10年後の私にタイムカプセル。ノースポールの育ち具合を記録しておきましょう。2022年12月、気温は10度を下回っております。我が家の庭にノースポールの芽が出てまいりました。寒い中で芽を出していて、今から寒さに耐えてしっかりと春には大きな花を咲かすと、そういうことで今絶賛準備中です。いや、まだクリスマスの飾り付けがしてありますから。今は芽が出たばかりでか細い弱々しい、苗ですけど、これがね、寒い寒い時期を越えて大きくでかい白い花を咲かすんですな。おお、猫も元気に鳴いてますな。今年もここから始まるノースポール育成日記、シリーズで作っていきたいと思います。それでは次回の動画をお楽しみに。